枝折れて樹木から離れて流されてしまい、打ち上げられた枝枝とは、枝とは、草木の幹から分かれた茎、あるいは分かれた茎や葉の総称である。人々に馴染みの深いのは樹木の枝である。が、講義には、藻類などの分子構造で樹木の枝に外観が似ているものも、この名で呼んでいる。植物の枝人は、身近なことを用いて、概念的なことや高度なことを理解する。 人にとって草木は身近なものであり、様々なことをしばしば草木の枝になぞらえて理解している。漢字では木の根元部分や中心部分を示すために木の字の縦線の下方に横向きの印をつけ本と書く。戦国時代の武士は日頃拠点にしている本城に対してその他にある城を枝城と呼ぶことがあった。中世や近世の日本において 神殿を開発したことで、元の村から分出した村を枝里といった、道の枝分かれ。人生の分かれ道、決断の場面がしばしばこのような絵で表現される。日本語では木以外の枝に、木変抜きの死の漢字が当てられていることや、木の漢字が当てられて表現されていることがある。枝という名称は、木や草の芽が成長してできた茎や葉を一塊まり、一単位として呼ぶ総称である。 講義には、外観がそれに似た分子構造もこの名で呼び、例えば藻類の分岐構造についてもこの名称を用いることがある。枝分かれすることや、枝分かれした部分を学術的には分子という。生物学的に言うと、植物の分子にはいくつか様式があり、同じ勢力で二分することを繰り返すのがアニサ分子と呼ばれ、これが系統学的には古いものとされている。 この二差分子から単軸分子や仮軸分子が派生することになった。カトリック教会、ルーテル教会などの枝の手術では、ナツメヤシやシュロなどやシカの植物などの枝を性別する。聖教会では聖、枝祭りに相当する。これは、イエスがエルサレムに入場するとき、群衆がナツメヤシの枝を持って、当時王を迎えるときにしていたのと同じように、迎え入れたことにちなむ。 その翌日のこと、祭りに来ていた群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞いて、シュロの枝を手に持ち、迎えに行った。そして叫んだ。ホサナ。主の名によって来られる方に、祝福あれ、イスラエルの王に。ヨハネ十二時十二分マイナス十三また次の例えは、しばしば言及される。私は、ブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私に繋がっており、また、 私がその人とつながっていれば、その人は身を豊かに結ぶ。新約聖書、ヨハネによる、福音書15、5、イエスの言葉に本の仏教では、しきみの枝が供養などに用いられることがある。仏壇の脇に配置したり、墓前に備えたりする。神道では、榊の枝が、神事に用いられることがある。ツリー構造情報工学では、データ群やファイル群などを、 樹木に似せたツリー構造で構築することがあり、そこでは濃度から分かれた先を枝と呼ぶことがある。フローチャートの枝分かれまた、命令の一連の流れが枝分かれすることをブランチと言う。なお分岐する先をあらかじめテーブルの形であらかじめ書き込んでおくものをブランチテーブルと言い,い、これによってプログラムを簡略化できる。デジタル大事線。 枝第一輪 ABCDEF 工事園第5版、P295 枝こうしたことを学術的には概念メタファーとも言う。デジロともハット ABE は波生物学辞典第4版、P129 枝。ありがとうございます。